レットストーブ、薪ストーブ専門店、渋川シークレットマン群馬です。いやー、本当に暑い一日だったですね。皆さん、本当にいかがだったでしょうか。というよりもですね、昨日の安倍首相の緊急会見でですね、持病の悪化ということで、電撃辞任ということでですね、本当に残念なことだなというふうに思っております。これだけ長期でですね、政権を担って、国際社会からも信用があって、そしてですね、日本の経済の弱かったところを取り戻してですね、雇用も創出したという、功績はですね、大なるものがあるというふうに思ってますし、またコロナによってオリンピックが残念ながら延期になりましたけども、来年のオリンピックに向けてリーダーシップを発揮していただいたり、またこのコロナのですね、収束に向けてもですね、まだまだリーダーシップを発揮していただかったというふうに思いますけども、本当に残念で仕方ありません。心から今までの功績に対して賛辞を送りたいと思いますし、ゆっくりとお休みいただければと思います。ペレットストーブのこと、薪ストーブのこと、何かございましたらベルク渋川店隣ペレット群馬ショールームまでお問い合わせください。